次に堀越慶仁君、はい、堀越君、はい、立憲民主国民社法無所属フォーラムの堀越慶仁でございます。本日は諸先輩方に格段のご配慮いただきまして、再び公益通報者保護法の一部を改正する法律案についての質疑に立たせていただきます。誠にありがとうございます。まず冒頭ちょっと所感を述べさせていただきたいんですが、今回の新型コロナウイルス感染症に関することであります。5月14日、東京などの8都道府県を除く39県で新型インフルエンザ等対策特別法に基づいて発令された緊急事態宣言が解除されるというところで、今ようやく第一波の収束に向かって動いているんだろうというふうに思っています。本当にこの新型コロナウイルスの影響というのは、いわゆる感染症の防護策といういわゆる人体に及ぼす影響だけではなく、本当に多くの場面にその影響が出ているということは、消費者庁も実感されておられることだと思っております。マスクの転売の件であるとか、あるいは給付金の詐欺であるとか、あるいはアルコール手指消毒薬のこの偽造の件についても、これは消費者庁がやはりしっかり目を光らせていかなければいけないということであると同時に、やはりこれからもですね、まだまだこの事態は私は続くというふうに思っておりますので、ぜひこの省庁ではさらに消費者の皆さんに必要なもの、必要な場面に必要なものが届くようにご協力、発信を力強く進めていただきたいというふうに思うわけであります。私の地元は群馬県でございまして、ここでもやはり有料老人ホームでクラスターが発生をしてしまいました。地元の介護施設、あるいは訪問通所系の事業所では本当に風評被害が深刻で、その地域から別の地域に診療、あるいは訪問の介護、訪問リハビリ、こういうのに伺うだけでもですね、あそこから来たのかと、検査してから来いというようなことを言われてしまうというような本当に深刻な事態が起こっています。現在行われている、国が行っている、あるいは地域で行っているこの新型コロナウイルス感染症に対するいわゆる防護策として講じられているのは、いわゆるハンマー&ダンシング戦略、そしてクラスター戦略、この両輪を進めているんだろうというふうに思っています。一定のその行動様式をハンマーによって制限をして、でその後いわゆる感染、経路が不明なものに関してこう減少してきたならば、さらにクラスターに対しての対応を行うと、こうすることによって集団免疫力を獲得していくという防護策、戦略であるというふうに私は認識しております。これについては本当にやはり必要なことなんだろうと思いますが、これから日本はある意味ではダンシングのそのタイミングに入ってくるわけですから、このダンシングのタイミングに入ってきたときに、やはりまた再び感染症が拡大するということは十分想定できますし、諸外国ではもうすでに起こっているわけですから、そうしたことを先に見越してですね、先ほども申し上げたとおり、やはり必要なところに必要なものが届くということが何よりも重要なことだと思っています。特に私、作業療法士として医療と介護の現場で12年間働いてまいりました。今どうしても手薄になっているのは訪問系の事業所ですね。介護、訪問介護、訪問看護、それから訪問リハビリテーション、こういったところにまだまだ必要な物品が足りていないという状況がありますし、生活の場ですから、これは医療機関という箱の中で起こっていることではなくて生活の場ですから、この生活の場で、やはりですね、これからダンシングを迎えると拡大していくということが十分可能性としては考えられる。そうすると在宅で療養されておられる、あるいは介護を受けておられる方々は基礎疾患を当然お持ちですから、こうしたウイルスに対する脆弱性非常に高いわけでありますので、こういったところにですね、消費者庁としても、もうすでに LINE アカウント等では発信していただいているわけですが、消費動向として必要なものが必要なもの、ところに届くようにということを強く発信をしていただきたいというふうに思っていますので、まず冒頭お願いを申し上げさせていただきたいと思います。それではちょっと本題の方に入らせていただきますが、これまでの質疑で、だいぶ私も質問させていただこうと思うところが重複しております。このことについては多少お詫びをしなければいけないところもありますが、所感として述べさせていただくところもあると思いますので、どうかよろしくお願い申し上げます。
これもですね、各委員の方からもありますが、やはり不利益取扱いを行った事業者に対する行政措置、これ、規定をしていなかった点について、改めて伺いたいと思いますが、江藤大臣の方から、その本会議での答弁で、制度の実効性確保のためには、行政措置による事後的な不利益取扱いの是正ではなく、公益通報者への不利益取扱いを事前抑止することが重要である。ため、改正案では、公益通報者に関する情報が漏えいしないよう、公益通報対応業務従事者に対する守秘義務や事業者の体制整備を規定することとしているというふうにお答えになっております。しかしですね、これも本会議場の方でも述べさせていただきましたが、通報経験者、それから日弁連、さらに消費者団体の皆さんが求めている、強く求めているのは、この行政措置の導入ということであります。不利益取扱いをした事業者に対して行政措置を行う、これをぜひ強く入れてくれということでありました。で、この行政措置はですね、事後的な是正であるというふうにおっしゃっておりましたが、これはですね、行政措置導入することによって、事前の抑止効果も十分私は期待されるものだというふうに思っています。これまで、不正が発覚して社会問題となってきた大企業、日本郵政、駿河銀行、これはですね、立派な、いわゆる公益通報の窓口があるんですよね。で、通報体制としては整っていたと思うんですが、しかし、実際にはその窓口が不正の事前の抑止として機能していなかったと、違反行為を止められなかったわけでありますので、こうしたところから考えても行政措置の導入、これはもう何よりも重要なことだと私は思っています。この事態を踏まえてですね、いわゆるその事前抑止という観点からすると、不利益取扱いをした事業者に対する行政措置、あるいは刑事罰といった社会的制裁が与えられることが、やはり最も効果的なのではないかと思っております。まさにですね、これは消費者庁自身が、そのことを認識されているからこそ、改正案の不足、これ、第5条ですね、施行後3年を目途として、不利益な取扱いの是正に関する措置の在り方を検討する旨の規定を置かれたのではないかと思っております。そこで基本的なところなんですけれども、この不足の第5条に検討規定を設けた理由を江藤大臣にお答えいただきたいんですが。江藤国務大臣。不利益取扱いに対する行政措置の導入についてはですね、まだまだ事実認定執行体制に関して多くの課題がありまして、現時点において導入することは、ちょっと困難が伴うという具合に判断をしたものであります。でそして、そういう、しかしその前にですね、今回の改正法案は、刑事罰付きの守秘義務や事業者の通報体制整備義務の導入を含めまして、この公益通報保護制度を大きく充実するものだという具合に認識いたしております。この不利益取扱いの抑止効果を大幅に向上することを期待しておりますが、施行後の実態については十分に検証してまいりたいと思っています。なお、この不利益取扱いの是正に関する措置としては、通報者の立証責任の緩和、行政命令や刑事罰の導入など、不利益取扱いに対する行政措置以外にもさまざまな論点が考えられているところであります。このような観点からですね、そのような整備をまず、やっていきながらですね、そして、不足第5条における検討内容として、不利益取扱いに対する行政措置を含む不利益な取扱いの是正に関する措置のあり方という具合に明記をし、3年以内に結論を出そうとするものであります。堀越慶仁君。はい、ありがとうございます。真摯にお答えいただきまして、本当にありがとうございます。執行体制、やはり整っていない現状において、導入するのは やはり難しいところは、私も十分承知はしているつもりです。しかし、これが法施行後の動向を見てですね、やはり、是正をしていかなきゃいけないということは、もう明らかな事実であると思いますので、この点については、法制後、確実に、着実に、導入していただければというふうに思っております。で、今回ですね、その行政措置導入する検討の上で、やはりそれが至らなかったという点については、いろいろ理由はあるとは思います。
しかしですね、やはり大きな理由としては、消費者庁のマンパワー不足、これはやはり否めないのではないかなというふうに思っています。現状の体制ではですね、執行体制、かなり懸念があること、これは私も理解しているところでありますが、やはりその行政措置の前提となる事実認定が困難と、先ほど大臣もご答弁いただきましたけれども、消費者庁自身も行政措置の導入について、やはり若干後ろ向きだったのは、こういうところもあるんだろうというふうに思っています。実際はですね、これも本会議場でも述べさせていただきましたが、やはり 各関連の省庁との連携は、もう何よりも必要なことだろうと思っています。この通報のほとんどが、約 97% ですね、97% がこれ、厚生労働省に寄せられている関係のところから考え見ればですね、やはり厚生労働省と この連携の強化というのは、何よりも重要だというふうに思っています。行政措置を行う上でもですね、法令違反があったか否かは、通報対象事実に当たるかどうかという点に関して言えば、各法令を所管する省庁しか判断できないと思いますし、いわゆる2号通報や3号通報と呼ばれる外部の機関等への通報の要件に当たるかなどは、消費者庁自身が解釈を示す必要があると考えられる。それぞれ判断するのに適した省庁が異なっていることをこう考えればですね、行政措置導入、運用、当然厳しいというふうに思いますので、この厚生労働省をはじめとする関係省庁からの協力を得なければ、適切に執行していくことは不可能であるというふうに思っています。また、公益通報によって寄せられる情報は、消費者問題に関連するものに限りません。国民の生命、身体、財産等に関わる重要な情報が含まれていれば、通報者を守ることによって、最終的に国民が守られることにつながるわけです。公益通報者保護制度をより良いものにしていくにあたっては、そうしたことも踏まえて、今後、省庁間の縦割りを超えてですね、推し進めていただくべきと考えますが、消費者庁の見解を伺いたいと思います。坂田審議官。お答え申し上げます。政府としては改正法成立後の施行状況等を分析しつつ、附則第5条の規定に基づき、公益通報者に対する不利益な取り扱いの是正に関する措置のあり方、その他新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な対応を講ずるものとしております。実際にどのような施行体制が必要になるかについては、本法案の施行状況や検討結果に基づき講じようとする内容等にもよるものと考えております。いずれにせよ、改正法の施行にあたっては、先生ご指摘のような縦割りの解消といった観点も踏まえながら、必要に応じて関係機関にも連携協力をいただき、実効性の確保を図ってまいりたいと考えております。堀越敬任君。はい、ありがとうございます。消費者庁には本当に頑張っていただきたいというふうに思っていますし、この内部通報をすることの難しさ、内部通報の大切さ、これは働いておられる労働者の皆さんだけではなくて、企業の自浄作用を促すものにとっても非常に重要なことになると思います。その観点から消費者庁には頑張ってもらいたいんですが、やはり労働関係の関係行政は厚生労働省ですから、そことの連携強化何よりも重要なので、その縦割りの解消、先ほどご答弁いただいた本当の通りだと思います。ぜひそれを念頭に置いた上で取り組んでいただきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。それからちょっとごめんなさい、一問飛ばさせていただいて、これも質問をさせていただこうと思ってたんですけど、これも各委員の方から質問がありましたので所管として述べさせていただきますが、いわゆる公益通報者の範囲の拡大、これが退職をされた方々に盛り込まれる、これは非常に評価するべきものだと思いますが、この1年にですね、限ったところについては、やはり私は若干懸念が残るところであります。この1年を定めた、いわゆるその調査結果は、おそらくこの平成28年実施された調査結果に基づくこの立法事実であると思いますけれども、実際に調査されたのは、調査対象3000人のうち、退職後に不利益取り扱いを受けた57人の方々、さらに追加調査に協力を得られた10人のみなんですね。で、10人のうち9人が1年以内に通報したことをもって、ほとんどが退職後1年以内に通報されるものだとするのは、私はあまりに母数が少なすぎて、立法事実
とするデータとしては根拠が薄いんじゃないかと思います。またこの10人のうちですね、残る1人は1年以上経ってから通報したと回答している。やはりですね、仕事を辞めたからといって不正をすぐに報告するというのはかなり厳しいと思います。私も、もともと医療介護の現場で12年間仕事してましたが、そこで不正があったとは言いません。そういうことはありませんでしたけれども、仮にそこであったとして退職後にそれをあそこの医療機関がっていうことを言えるかと言われると相当ハードル高いと思いますね。でこの方々10人のうち9人の方々は1年以内に、報告をしているということでもありますが、ある程度その現職から、例えば定年をして、隠居生活であるとか、ご家庭に入って、その仕事と一線をこう完全に離れたような状況であるとするならば、もしかすると、可能性としてはあるのかもしれませんが、いずれにしてもかなりハードルとしては高いということだと思いますし、立法事実のデータとして、この母数が非常に少ないということは、これは指摘をしなければいけない。もちろん、これで全てこのままずっと行くんだということではありませんが、これが3年、あるいは5年というふうに、これから法制化後の動向を見ていって、検討されていくことだとは承知をしておりますが、例えば先進的なのは、これ、西岡議員の方からも法制度の概要について、韓国の例を取り上げていますけれども、この公益申告者保護法に関しては、これ、期限、そうですね。EU 指令ですね、EU の指令ではそもそも期限設けてないというのもありますし、そうした先進的なところを含めてご検討いただくとするならば、今回の改正案でもですね、せめて3年、というのは盛り込まれてもよかったのではないかというふうに思います。このあたりについてはさらに法制化後悩みに悩んでようやくその申告する人がいるんだということを前提として、幅広い、期限を設けていただくことをお願いをしたいと思います。こちらに関して質問というふうに用意しておりますが、所管として述べさせていただきます。これまでの質疑でもありましたので、ちょっと飛ばさせていただきたいと思います。それからこれもですね、石川議員の方からも先ほどお話ありましたけれども、やはり公益通報者対象を取引先の事業者にも含めるべきではないかというふうに思うんですね。例として、先ほども西宮冷蔵の告発、雪印食品のこの牛肉偽造の問題を取り上げてもらいましたけれども、こういう事例が実際あるわけですから、ここはですね、取り入れるべきだというふうに思うんですね。でここはちょっと再び確認したいんですけど、事業者における法令、違反行為の是正を図り、国民の生命、身体、財産を守る、利益を守るという観点からはですね、取引先の事業者についても公益通報者保護法の対象とすべきというふうに思いますが、消費者庁の見解、再度ですが、伺いたいと思います。坂田審議官。お答え申し上げます。取引先事業者を公益通報者に含めることについては、積極的な立場と慎重な立場の意見の隔たりが大きく、消費者委員会の答申においても今後必要において検討することとされております。具体的にはまず第一に、事業者間取引には基本的に契約自由の原則が妥当する中で、契約解除等における不利益取扱いの判断や公益通報を理由とすることの判断が困難であること。第二に、保護の対象とする取引先事業者の範囲を画する合理的な基準を策定することなどが今後の課題であると指摘されております。政府としては今後改正法案成立後の施行状況等を分析しつつ、必要な対応を検討してまいりたいと考えております。堀越啓任君。はい、これも法制化後を検討を進めていくということでありますけれども、やはり取引先の事業者が先に、責任感を持って通報するということも事例としてあるわけですので、そこはやはり勇気を持って、その勇気を示してくれた方々を守るための法律でなければ意味がないわけですから、ぜひここはまた再度
ご検討というか、まあ、もうしなくちゃいけないことだと私は思っていますので、消費者庁での議論がさらに、進むことを私の方からもお願いをしたいと思います。次に役員における報道機関等の外部への通報についてお聞きしていきたいと思います。今回の改正案では通報者の範囲に役員が含まれることとなっておりますが、この役員が行政機関や報道機関等の外部に通報する場合には、組織の内部で自らが是正措置を講じることが必要とされ、労働者や退職者が通報するよりもさらに要件が課せられることとなっております。役員は基本的に経営に関わる身という立場であることを考慮すれば、まあ、まずは自らが是正措置を講じるべきだという理屈の上では理解できるところではありますけれども、これ一方で役員だからこそ知り得る情報というものも存在すると思いますし、そもそも組織ぐるみで不正が行われているような場合には、役員が是正措置を講じようとしてもですね、自浄作用が働かない場合もあるのではないかというふうに思います。駿河銀行の不正融資事件では圧倒的な力を持つ役員の方が不正を主導していたとの報道もありましたし、官保生命による保険の不適切販売では日本郵政の郵便の内部通報制度が全く信用されていなかったとの報道もあって、自浄作用が期待できなかったと考えられます。あまりに厳格に内部での是正措置を求めることは必ずしも適切ではなく、役員が組織の外部に通報する場合の要件について調査是正措置を必須としない場合をより多く想定しておくことが必要だというふうに思っております。そこで役員における通報の実効性を高めるため、内部での是正措置を取れば事業者内で証拠が隠滅されるような場合についても、役員における調査是正措置の不要と役員による調査是正措置を不要とすべきと考えておりますが、消費者庁のお考えをお聞かせください。坂田審議官。お答えいたします。今般の改正法案において役員を公益通報者に加える措置が講じられており、役員は不正の恐れに気がついた場合、自らその調査是正にあたる義務を負っております。今般の改正法案では個人の生命・身体への危害や財産に対する重大な損害が生じる場合に限ってこの調査是正措置の例外を設けており、このような例外は事案の緊急性に着目して設けられたものでございます。これに対しご指摘の証拠隠滅等の恐れがある場合については、役員としては本来証拠隠滅等が生じないように注意して調査是正に当たるべきであり、例外的な取り扱いについては慎重な検討を要すると考え、証拠隠滅等の恐れがある場合については調査是正措置を前置すべきことといたしました。なおご指摘のとおり、事業者の不祥事の原因として当該事業者における通報制度が機能していないことが指摘されるケースも見られるため、今般の改正法案では事業者の体制整備義務を設けるとともに行政機関への通報の保護要件を緩和しているところであり、この措置を通じて法令遵守が図られるものと考えております。堀越敬任君。はい。体制整備、これも当然必要ですし、やっていかなければいけないことだというふうに思いますが、しかし、この駿河銀行の例えば不正融資事件であるとか、これまで官保生命によるこの不適切販売等で内部通報制度が信用されてなかった。これらがこの体制整備の強化で本当に図れるのかどうかというのは、特に前者ですね、この駿河銀行の不正融資に関しては、非常に疑問が残ります。やはり役員ですから、その役員が圧倒的な力を持っているわけなので、隠滅されるようなことも当然可能性としてはありますから、このあたりについてはですね、引き続きご検討いただきたいなというところであります。次にですね、ちょっと時間もなくなってきたので、淡々といきたいと思いますが、次に事業者における内部通報体制の整備について伺いたいと思います。今回の改正案では内部通報体制の詳細について
法律にはメインとなる部分のみを規定し、それ以外の詳細な点については、新たに定める指針において、詳細が示されることになります。各事業所の、事業者の実態に合わせた形で、体制整備を行うことはもちろん必要ですが、形だけの窓口の設置や担当者の配置となることは避けなくてはなりません。保険の不正販売で総務省や金融庁からの行政処分を受けた官報声明においても、内部通報制度が設けられていたものの、従業員からは全く信頼が得られておらず、寄せられた通報を是正措置に生かすこともできませんでした。内部通報に適切に対応できるようにするためには、形だけではなく、実態として適切かつ有効に機能する通報体制、整備されることが必要不可欠であるというふうに思っております。消費者庁は実効性をどう確保していくつもりなのか、ご説明をいただきたい。そして、さらに、従業員300人以下の事業者については、この体制整備が努力義務とされているにとどまっております。適切な体制整備がなされずに、誰が通報したのかが安易に推測可能である状況が放置されかねません。こうした中小企業の事業者における通報体制のあり方について、どのようにお考えなのか、お答えいただきたいと思います。高田次長。お答えいたします。まず内部通報体制整備義務の実効性確保に関しましては、ご指摘のとおり内部通報体制を形式面だけでなく実態面においても機能させる必要があります。このため義務の具体的内容を示す指針において、通報の受付から調査および違法行為の是正に至る過程について社内規定を定めるのはもとより、それに沿って運用しなければならないこと等について関係者の意見も踏まえつつ盛り込むことを検討する必要があると考えております。また改正案においては指針を定めようとするときは、あらかじめ消費者委員会の意見を聞かなければならないこととしております。ご指摘のことも踏まえまして、通報体制を実効的に機能させる指針となるようしっかりと検討してまいります。次に中小事業者でございますけれども、ご指摘のとおり中小事業者につきましては内部通報体制の整備や努力義務としておりますが、消費者の安全安心を守るためには中小事業者においても内部通報に適切に対応していただくことが望ましいと考えております。このため消費者庁においては、これまで民間事業者向けの説明会を開催するなど制度の周知広報に取り組んできたところでございます。今回の改正法案が成立した暁には、その内容を中小事業者にもご理解いただけるよう引き続き制度の周知広報に努めてまいりたいと考えております。堀越慶仁君。はい。中小規模の事業者の周知徹底、これまでもされてきたことだと思いますが、まだまだ先ほども数値で示されていた委員の方もいらっしゃいましたけれども、不十分なところは、まだあります。今回、法改正を受けて、注目が集まっているところでありますので、これを契機として、さらに消費者庁の方からしっかりと発信をしていっていただいて、この内部いわゆる通報体制の整備、これが重要なんだということを合わせて発信をお願いしたいと思います。で、そのまさにですね、周知が、これ消費者庁だけではないと思うんですけれども、周知徹底、これが何よりも重要なので、このあたりについてちょっと触れさせていただきたいと思いますが、やはりですね、この昨今起きている企業不祥事などを考えると、国民の生命、身体、財産に極めて大きな影響を与えかねない悪質なものも見られるわけです。で、このような悪質な不正行為について、国民を守るために通報したにもかかわらず、事業者から不利益な取り扱いをされることを許すような制度は改善していかなければならないと思いますし、このような現状に対して政府も、我々国会議員も、真剣に危機感を持って対応しなければならないというふうに思っています。また企業としてもですね、多くの被害を引き起こしてから問題が明るみに出るというのは最悪な事態なのであって、この内部通報によって早期に是正措置が図られることができるというのは、そういう意味では内部通報制度は非常に重要なものであると認識することが企業側にも求められるというふうに思います。で、企業自身の意識改革も当然これに合わせて必要になってくるんだというふうに思っております。法律の制定からですね、16年が経過しているのに、
まあ、未だにこういった意識がですね、根付いていないとも言えるわけですから、公益通報者制度の趣旨について、より一層周知を図っていかなければならないと考えております。でそこで特にですね、公益通報の主体となる労働者等において、制度に対する認知度が高くないことを踏まえると、従来のような説明会の開催、啓発資料の作成、公表といった手法にとらわれずに、労働者にも直接届くような効果的な周知をするべきだと考えておりますが、この今後、どのように取り組みをされていこうと考えておられるのか、お答えいただきたいと思います。高田次長。お答えいたします。委員ご指摘のとおり、制度の実効性を向上させることにより、通報者が安心して通報を行いやすくするため、公益通報者保護制度の内容について、事業者の従業員等に広く周知していくことは非常に重要であると考えております。消費者庁としては、この法律の成立以降、これまで公益通報者保護制度についてのハンドブックの作成、配布、相談ダイヤルの開設運用、制度の概要を分かりやすく説明する動画の作成、配信など、従業員個人に対する周知も念頭に置いた取り組みを進めてきたところでございます。引き続きこうした取り組みを推進するとともに、改正法が成立した暁には、今般の法改正の内容を説明会等において周知するほか、SNS の活用などにより、従業員等に対する直接的な普及啓発を図り、改正法の内容を含め、制度の認知度向上につなげてまいりたいと考えております。堀越敬任君。はい。先ほども動画の作成であるとか、従業員の皆さんにしっかり届くようにということで、SNS の活用等々を挙げていただきました。まあ、今回ですね、新型コロナウイルス感染症を経て、やはりオンラインでいろいろな情報を収集しようとされる皆さんが増えてきていると思います。消費者庁も私もフォローさせていただいておりますが、ツイッターアカウント、それから LINE のアカウントも、今回、LINE アカウントに関しては、新型コロナウイルス感染症に関するということで立ち上げたという認識でいいですよね、皆さんうなずかれているので、多分そうと思いますが、これ、もうちょっと LINE の活用も考えていただいた方がいいんじゃないかと思うんですね。つまり消費者問題というのは非常に多岐にわたると、で消費者庁というのは何をやっているところなのか、一般の消費者がキャッチしやすくするためには、今回、例えば一律10万円給付以外にも、例えばいろんな給付や助成制度が経産省の方で出されて、それを LINE アカウントで見るとですね、非常に分かりやすく案内をしてくれる、そういうのもありますので、これは有効に活用していかなきゃいけないんじゃないかなというふうに、消費者庁のも思います。でまあ、ツイッターもですね、他のところのフォロワーどれぐらいあるのかなとちょっと調べたんですが、消費者庁は27万人、これもすごい数だとは思うんですが、他の、例えば防衛省だと100万人ですし、厚生労働省だと79万人、環境省も31万人がフォローしているので、そういう意味ではですね、まだまだこのツイッターでの発信というのは、必要な数字なんじゃないかなと思います。特に今回の、内容を見てみますと、今、新型コロナウイルス感染症の件についてが当然、多くなっていて、アルコール手指消毒薬の偽造の問題だとか、一律10万円給付の詐欺のことであるとか、そういったことが主になるのは当然だと思いますが、やはりどんな議論が、国会の中で、今度新しい法改正がこういった形で進んでいますよというようなことについてもですね、合わせて発信していただいて、公益通報者保護法というものがどういうものなのかということについても、まだまだ知らない方々も多いので、こういったツイッター、LINE アカウントを十分活用していただいて、周知徹底にしていただければと思います。特に LINE アカウントについては、実際働いておられる方々や消費者の皆さんが実際、気軽に手に取れる情報ツールとして、非常に有効なものだと思いますので。ぜひ、このあたりはご活用いただいて、周知徹底と、そして公益通報者、保護法というのが、企業にとっても自浄作用を生み、健全な運営ができるんだということも合わせてですね、発信していただけるとありがたいと思います。最後になんですが、先日の我が会派の山本若子委員の条文第12条に係る質問の中でですね、公益通報対応業務従事者、または公益通報対応業務従事者であったものの守秘義務に関して、過失犯の規定を設けていない改正法案では、
過失による漏洩は処罰の対象外となりますと、消費者庁答弁されておりましたけれども、これはやはり私は抜け穴になってしまうのではないかというふうに思うんですね。いわゆるその例えば自動車の交通事故でも過失で死亡事故を起こした場合、罪は逃れず過失致死となるわけですから、たとえ過失漏洩であっても、やはり事業者側に何らかの行政措置等の罰則をかけることが合理性があると私は思っております。その点にを含めて、改めてちょっと指摘をさせていただいて、消費者庁に対する要望とさせていただきます。ありがとうございました。次に、畑野。